はい。ずっと自転車のことばっかりやってたんで、自転車以外のことをやろうかなと思います。去年購入して最も優秀だなって思ったのがこの骨伝導のヘッドホンです。ヘッドホンっていうとこう耳を塞ぐものなんですけど、こうやって耳塞がないんですよ。オープンイヤー、耳がオープンしている状態で、これだとちょっとスイッチ入れます。聞こえたかな？多分聞こえたよね。こういうふうに勝手に Bluetooth が接続してくれて、あとはこれで音楽をこう。もうかかってます。これが去年買って一番良かったもので、ずっと紹介がバタバタしてて忙しくて紹介できなくて、最近になってしまったんですけれども、自転車、僕たち水曜日お休みなので、自転車乗りながら一人で乗ってることが多くて、で一人で乗ってたら音楽聴きたいんですよ、一人の時って。でも音楽耳栓してたら怒られちゃうから、これで一発解消っていうところですかね。で以前にも紹介したこのサングラス型の、ここに骨伝導のこうユニットがついているもの、これもすごく良かったんですよね。でこれも、普通にかけて電話で話すこともできた。だけどサングラス型ってどうしてもこう、これだとね、かけて、ここ、要は耳たぶのちょっと前、耳たぶのちょっと前ってみんな触ってもらうと分かると思うんですけど、ここちょっと柔らかいじゃないですか。ここにピタッと密接させると、振動がここに伝わりやすくて、で、音が聞こえやすいっていうのがあるんですよ。だからそういう部分ではこれがやっぱり一番こう美しい形で、響きやすくて、特筆すべきはもう最もこれが音質がめちゃめちゃ良くて音がでかいっていうことですね。それがすごく素晴らしいと思っています。音が大きい、でも外部の音はちゃんと入ってくる。市街地を走るときは市街地の音結構大きいじゃないですか。でその時にボンコネクションだとちょっとね物足らなかったんですよ、音がね。でほとんど聞こえない状態で、会話をしようとすると結構「ん？ごめん、何何？」ってもう一回聞かなきゃいけなかったんだけど、これは聞き逃さない、聞き返さないっていうのがすごいなって思います。でここにスイッチが1個あって、ポチってやるとこれで電話出れちゃう。であとIP68？ 違う、IP67 なので、iPhone とかと同じぐらいの防水性能を持ってて、防塵防水っていうふうな部分で考えた時に、完全防水まではいかないんですけど、完全防水は IP68 っていう規格があるのかな、今は。そういうものだと、エクストレーナーズっていう、これの、Bluetooth がついていないタイプのものは、スイムとかでも普通にこうやってここはめて泳げるっていう代物です。まあ要は携帯電話を持って、それを携帯しながら Bluetooth でここに飛ばすっていう風な部分で考えると、一番こう理にかなっていて、かつ防水性能も優れていて、音質も素晴らしく、かつ軽い 26g。軽いです。で2時間の充電で8時間、7、8時間、7時間か、7時間持ちます。なんかそういうのもすごくいいなと思っているのと、あと装着感がすごく軽くて、こう装着した感じでもこう忘れちゃうぐらい装着感がないんですよ。エアリーというか、サングラスをしてヘルメットをかぶっていたとしても全然干渉しない、耳が痛くならないっていうのは素晴らしいなと
思いました。なこれを買って、まあ、しばらくしてずっと使ってるんですけど、この感じでいろんなものが進化版出てると思うんですよ。例えば、サングラス型だと BOSE がもう発売になってるんですけど、 BOSE のものやっぱスポーツサングラスじゃないんですよね。やっぱちょっとあのデザインがエレガントな感じになっちゃって、あの全然悪くないんですよ、いいんですけど、あのこっちの方が長く持つし、軽いし、防水性能、シャワーとか普通に浴びてこの状態でシャワー浴びて大丈夫です。あとお風呂とかも、入って大丈夫です。こうなんかうっかり水につけちゃった大丈夫です、まあ、そういうのは全然あのびくともしません。だし2年保証ついてるのでガンガン使ってあげるのがいいんじゃないかなと思っています。で充電の仕方がさいいなって思ったのが、これ USB こうやってついてるでしょ。 USB 普通にこう取ってこれ入れるじゃない。入れたらここにこういう充電タブがついてパチン、はい終了。マグネット、うん、よくない。これ専用品なんですね。そうなんだよね。あ、ダメだった。いやいいと思います。あ、専用品だと、専用品じゃないと充電できないじゃないかっていうことですね。ちょっとそこは気になったんですけ ど、でも端子が傷まないからいいんじゃないですか。うん、あのザクッと刺すものに比べるとこっちの方がセーフティーが効いてるかなと思うんですよ。でこうやってポーチがついてて中に入れてこう持ち歩く。ちょっとねシリコンでねいろんなゴミがつきやすいんだけど、でこれも中に入れて持ち歩くっていう風なことができるようになっております。でなんかなぜかねこういうのに必ず入ってる耳栓ね、耳栓も入ってます。エアリングはねとにかく簡単でした。もうパチンってやるともうすぐペアリングしてくれる。前はさここでさ設定の画面行ってあの Bluetooth 一回オンにして、でどれ選択しますか、はい、選択してでペアリングして、で超めんどくさかったじゃない。でそれがもうこっちが入れたらはいもう音楽流しますって感じ。へーすごい。なんかそういうストレスになるようなことはできるだけ解消されてていいなと思うのと、あとサイクリストってやっぱ汗かくじゃないですか。で汗かいた時にも、異常を発しづらいし、音質がいいし耳を塞がないっていう風な部分では本当に素晴らしいなと思います。僕がどこで知ったかというと、台中の空港でデモンストレーションしてて、秋葉原的あのソーベニアコーナーあるでしょはい、はい、スーベニアコーナー、これがディスプレイされて何気なしにこう見てたのよ。で何気なしにこうかけて、でへーって思ったので、へーって思いながらでも音質なんて骨伝導でしょって思ってたわけで、ポチってやったら普通にイヤホンしてるのと同じような感じ。それがもう衝撃で、でもその場ですぐ買うっていうさ、いろいろ調べると日本でどこで買えるかっていう風なところもいろいろ調べると、あのなんか横浜に会社があるみたいね。で、日本だとその横浜の会社、まあのサイトリンク貼っときますけれども、でそこのところをで、買えます。あとアマゾンでも買えます。でまあいろいろとあの買い方は皆さんあの自由でいいと思うんですけれども、はい、なんか普段のライドをしててお気に入りの場所があって、そこ音楽聴きながらあの乗れたら最高なのになって思ったことない。なんかそういう風なところがあの、まあ、僕にとってみて去年買ったものの中では一番最高かなと思っています。でこれはね、エアロペックスっていうやつですね。でエアロペックスってやつが、一番軽いのかな、26おそらく、ね、でこれの、廉価版で、ちゃんと機能は備わっていて、30g っていうエアーっていうタイプがあるんですよ。そっちのエアーっていうタイプはノイズキャンセリングができるんだよね。ただ IP もあのウォータープルーフの数値とかも IP55 っていう数値で少し、
防塵性能、防滴性能は下がるんですけれども、まあ、でも普通にパッとこう加湿でジャボってつけてはい終わりっていうふうなことではなくて、すぐにまあ取り上げてもらって拭いたり落ち着いて拭いたりしてあげれば普通に使えますよっていうふうなものみたいです。でそっちの方は 13,880 円、安い。このエアロペックスは 18,180 円で、エクストレーナーズっていうタイプが、Bluetooth でつなぐタイプではなくて、なんだっけ、それ自体が音楽プレイヤー、ミュージックプレイヤーなんだ。 SD を差し込んで使うってことね。か本体にもうメモリが入ってるか、内蔵メモリが。なるほど。それどうやって読み込むんだろう。 USB がどっかにあるんですか。ああ、そういうことなんだね。じゃあ結局ザクッと入れなきゃいけないのかな、それは。 , 笑ってごまかすっていうね。はい、まあまあそれはその辺は自分で調べてください。まあ僕はこれ買いました。なのでエアロペックスのタイプすごく、めちゃいいので、はい、おすすめします。18,180 円で、こんなに便利なものがあるんだなっていうのは最高だと思っております。ライドのお供にぜひ使ってみてください。今日はあの自転車のことじゃなくて、自転車を楽しむためにこれはすごくいいですよっていうものをご紹介しました。エアロペックスです。はい、今日はじゃあ、 軽めにこんな感じで終わりましょうか。はい、どうもありがとうございました。